ランプオブシュガー。アルカナアルケミア。だから何でもないですってば。あってもあなたには絶対に言いません。というかもう帰っていいですよ。むしろ帰ってください。もらうものはもらいましたし。
と単純にイオさんに怒られるの不安ですし。本当にいいんですか？イオさん。思ってたより優しいんですね。あなたがそこまで先輩風を吹かせたいというのなら仕方ありません。今更撤回はなしですよ。はまはまはま。おいしい小僧ラップに染み渡ります。私がそんな…なんですかそれ、ナンパのつもりですか？ごめんなさい、無理です。すみません、他探してください。ただのサークル仲間ですし、あなたと二人で会う理由なんて基本的にありませんし。いや、知らなくていいんですけど、別に知ってもらいたいとも思ってませんし。むしろ私の方が驚きましたよ。イオさんが錬金術の才能にあふれていて、その上不治の病にかかっていたなんて。そんなことを一言も喋らなかったじゃないですか。つまり私もそういうことですよ。話すことじゃないので話してないだけです。まあ安心してください、嫌ってるわけじゃありませんから。はい、興味がないだけです。強いて言うならクールぶって透かしてるところとかキモいなーってくらいでしょうか。あとスケベですし、目的なくフラフラしてるところもニート予備軍みたいで。冗談ですけど、まあ前半と中盤と後半は本気ですけど。楽しくない人だと思ってました。これでも褒めてるんですよ。久しぶりに楽しい時間を、あ、いえ、楽しい時間を過ごしてしまってるなと。大丈夫ですよ。お気せがましいですね。やっぱり私の体を狙って。え、いえいえ、こっちの話です。気にしないでください。え、この人ですか？ああ、彼氏ですよ、彼氏。そうなんですよ。私にぞっこんで、
今日もおごるからって無理やり食事に誘ってきまして。そんなことないですよ。むしろやきもち焼きというか、いやもうほんと甘えん坊の彼氏でして。今日だってデートの予定もなかったのに訪ねてきたんですよ。私に会いたくて会いたく大丈夫ですよ、心配だから無茶なんてしてませんってば。モニカは私を何だと思ってるんですか。ええ、そうです、そうだ。ですからもう少しだけ待っててください。きっと違いますよ、本当にいます。目の前にちゃんといますから。